モカ太郎の動画。はい、こんばんは、モカ太郎です。今回はですね、私のこの編集小屋の嫌いなところを皆さんに紹介したいと思います。嫌いなところ、あのね、ここなんですよ。あ、ちょっと見えてないね。見えてないわ。はい、ここわかりますか、皆さん。ここ私嫌いなのよ。これね、最近下嫌いだったから、これ下ちゃんとこう、あの収納ボックスに入れていい感じにしたのよ、これね。でもね、上がなんだかかっちらかってて嫌なのよ。これわかりますか、皆さん。このぐちゃぐちゃしてる感じ、これ地震来たらみんなブルルってなりますからね。ブルルってなりますから、これをちょっと解決したいと思って、私はある一つのアイテムを、いや違う、2つか3つ。はい、ということで今回はこちらのアイテムを使っていきたいと思います。こちらは組み合わせて使えるトレイ。こればっかー、思いっきり女性用。こうお化粧品とかシュシュとかね入ってるけど、これをね、あの私はガジェットの収納として今回使いたいと思う。はい、ということでこちらも購入しました。これで1つの商品だと思うでしょ。ガシャーンってこれフィンファンネルみたいになるから。こちらも組み合わせて使えるトレイ、ディープ S2 というものですね。そう、毎回この散らかってる様子を見るのが辛くてさ、この収納できてなおかつ見た目も綺麗だったらいいよね。はい、ということでこの3つの組み合わせて使えるシステムトレイを使って、この私の嫌いなところを収納していきたいと思います。どうやろうかな。とりあえず接点スプレーはここで、これここで、そもそも私は片付けるのが苦手だったのか、それすらよくわかんなくなってきたぞ。はい、どんな感じ？いい感じ？そう、これがね、たまにね、ここら辺に当たって、これがガシャーンってなったりするのが、本当に嫌だったんだよね。これで大丈夫なんじゃないか？すごい綺麗になったんじゃないか？まだ、置ける余裕はあるが。あ、じゃあここにさ、ここにちょっと、前から気になってた、この、薄め液と塗料入れとこう。なんか落としたら割れちゃいそうで怖かったんだ。が、しかしもう一箇所あるんだよね。もう一箇所は結構大変だよ。はい、ここ。この黒いテープが貼ってあるとこ。これ剥がすね。これ、見て、これ。ここもなんかもう、こんなになっちゃってんの。柱が。こんなになっちゃってんの。これなんでかっていうと、私が使っている PC チェアの肘置きが邪魔で、肘置きを取りました。そしたらね、金属部分が、飛び出てて、それがね、椅子をこうやるたびに、ここにね、ガン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 当たってたの。そしたらね、この、取れたの。そう、だからここにテープを貼って今まで頑張ってやっていたんだけど、すごいちょうどいいアイテムを見つけたの。それが、この、なんかヘビみたいなやつ。なんか L 字になってる、ブニブニしてるやつ。これをさ、ここに、こうやってくっつけてあげればさ、ガンガンぶつかったとしてももう傷つくことはないんじゃないかなと思って。なので今からちょっと補強します。よし。はぁ、オッケー。じゃあつけていきましょう。うん。いい感じだね。これでぶつかっても傷つかない。素晴らしいね。はい、ということで今回は毎回 PC チェアがガン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 ここに当たって、ここがもうボロボロになったやつを直したという動画と、このテーブルの上の乱雑したアイテムを全て綺麗に整頓したという動画でした。はい、ということで綺麗になってよかったです。ストレスフリー。Narcissette, what do you know the more?